というわけで皆さんこんにちは。こちらは本館駅シャトルと書かれているように関西国際空港へやってきました。国際空港ならではの鉄道といいますか、まあシャトルがあるようなので見ていきましょう。向こうに飛行機を見ますが、こちらがシャトルの乗り場ということになっております。まもなく本館行きシャトルが参りますということで、入国審査のあたりからこっち方面までつながっているわけなんですね。この先端の部分から乗る人は少なくて、向こう側の中央部の審査といいますか、入国のところからずっとここまで乗ってくる人が多いというわけで、ここから乗る人は僕以外に誰もいませんでした。おー、来た。見たところ3両編成で運行されているみたいなんですけども、入国というか出国の時に使うのはこちらの1両だけということになっております。実際に乗ってみるとこんな感じ。椅子は4席だけ、申し訳程度に置かれておりました。全面展望が見放題、人が少なくて良かったですよ。素晴らしい。どちらかというとポートライナーとかいう新交通システムに似た感じです。かなり急な加速をしていきます。そして左側にも線路のようなものが見えるんですけども、車両もありますね。ということでこちらが中間駅ということになっております。今はそんなにお客さんが少ないので、使っていないようなんですけども、こちらが休日とか、ちょうど春休みのシーズンに入ると使われるのかもしれません。ということでここでこの列車は右側を通っていきますが、分岐器があります。速度を落として左側には反対方面からやってきた列車とのすれ違いがあります。どちらかというとケーブルカーみたいな感じですれ違っていきますね。非常に面白いです。反対側にお客さんは全然乗っておりません。でと思えば最後の一両だけすごいお客さんが乗っていました。さてちょうどここで分岐器といいますか戻る部分がありまして、すぐそこにもう先端の、先端ではないですね、こちらが、ターミナルの駅になっていきます。関西国際空港の第一ターミナルで国際線出発の、場所になります。本当に一瞬ですが乗ってまいりました。ここで大勢のお客さんが乗って先端方面へ行くことになります。たくさんのお客さんが乗りまして、扉が閉まりました。もう発車するかな ?01 と書かれてるんで、これが一番最初に、と言いますか、トップナンバーっていうんですかね ?01。さて、出発してきました。こちらは先端、北ウィングの方に行きます。ちょっと見てたら、あちらに、あ、麻薬探知犬かな、なんかいますよ。面白いですね。空港ならではの景色と言います。そしてこちら側は軌道と言いますか、普通に新交通システムでゴムタイヤで走っているようです。さて反対側にもやってきてるんですが、これ2番線こっからは乗れないみたいですね。中間の方行くそうです。後で調べてみた感じだとここでは乗り降りをせずに、なんか扉を開くんですが、もしかしたら反対のところで、乗り継ぎの方とかが使う、そんな感じになっているのかもしれません。こんな感じで言っちゃいましたが、本当に周りからたくさんのなんか外国の声と言いますか、いろんなものが聞こえます。こちら側には止まっている車両があります。もっと外国人観光客なんかが多い時期にはたくさんの列車がここに止まっているのかもしれません。そしてまた列車がやってきました。こちらもですね、みんな同じ顔色をしてますね。前哨灯がないのかな、ちょっと。そこが不思議ですね。こちらは全然誰も人がいない場所なんですが、面白いです。あちらには何エアなんでしょうか。ブサンドットコムという航空会社があります。不思議ですね。というわけで海外機を見れるここは関西国際空港の南ウィング方面に行っていますが、誰も人がいません。すごいですね。というわけでまたこっち側にもですねあるようで、北ウィングと中間、そして中間から南側まで結ぶようなものがあるそうです。もう他にもねシャトルのこの動画をねなんか作ってた人見たことあるんですけど、誰でしょうね。まあというわけでこちら側今度06、これ何個まであるんでしょうか、わかりませんが結構編成があるようです。扉は2扉、そんなものが3両編成くっついていますが、基本的に入国といいますか出国の時に使うのは1つだけという感じになっております。もしかしたら乗り継ぎ便とか使う時に、あ、こっち側にもやっぱ人が乗ってるね、乗り継ぎ便とかで使うのかもしれません。2つここですれ違っております。
この関西国際空港には北ウイング、南ウイングという国際線の出発ロビー、出発場所がありまして、北側と南側で違うのかもしれません。というわけで北側から、先ほど乗ってきたんですけど、今度は南側に乗ってみます。なんか発車メロディーのようなものが鳴ってるんですね。それが鳴ってからこう扉が閉まっているわけでございます。そしてこちらもやっぱり戻る方は誰も乗ってないわけなんですね。僕みたいなこういうオタクしか乗ってないのかもしれません。さて人がいない中出発、別にこれ戻っても大丈夫って感じですよね。そしてこれ面白いのがエレベーターっていう風に設備上なっているみたいで、運賃は無料という風になっております。そしてよくエレベーターなんかで見るようなマークがこちら先頭部分についておりますよね。これ不思議ですよね。鉄道に乗っているようで実は鉄道ではなくエレベーターという感じでございます。これぜひ面白いので皆さんも例えばハワイとかそういうところに行くときにですね、乗ってみるといいかもしれません。これは北ウイングとか南ウイングとか先端側からこの中央方面行くとこのようにね、すごい空いていると思います。そして反対側こちら列車みたいなのがありますが、列車って言っちゃダメなら反対側のエレベーター、こちらここですれ違うことになります。もしかしたら他の季節によっては反対側の線路も使われるのかもしれませんが、今のところここが使われているようでした。ということであっという間に中間の入国のところに、到着という感じです。そして右側こちらには車庫と、他にもね洗車場みたいなのもねちらっと見えたんですけど、何なんでしょうか。もしかしたらそういう設備が鉄道同様あるのかもしれません。でもこれエレベーターですからね。外国人の方がすごいいっぱいいるんですが、降りていきました。実はですね、他にもですね人がいっぱいいるところも撮っております。ちょっと人がいっぱいでね、なんかあんまり綺麗に撮れなかったんですけど、こちらは中間のターミナルの方から北ウイング南ウイング方面に行く、こちらは北ウイングですかねに行くような路線といいますか、エレベーターになっております。こっちもねちょっと景色違うのかなと思ったんですけど、あんまりわからないですね。こっちはもしかしたら乗り継ぎ便なのかもしれません。というわけでこのようにずーっとシャトルみたいなのに乗って、ここも車庫ですね。ちょうど車庫が、駅の横についているようです。反対側にこう走っているやつは何なのかちょっとよくわかんないんですよね。もしかしたら何か意図があるものなのかもしれません。だいぶね今回の春休みとかでもだいぶ人が戻りつつありますので、皆さんもね乗る機会もあるかと思います。というわけであっという間に先端の駅に到着です。これ本当に1両にみんな乗っているんで、3両分全部使いようって感じなんですけど、多分入国と出国で分かれてるんじゃないかなと思います。そして横に乗ってた方のねすごいアルコールの匂いがしたんですよ。あ、お酒じゃなくて消毒用エタノールの匂いです。めちゃくちゃきつくて鼻を頑張って抑えまくってたのを思い出します。こんな感じで扉が閉まっていきます。扉は外開き、2扉1両編成が、3両ということになっております。まあこんな感じで今回はシャトルについてお話ししました。まあ海外に行くというわけなんですけど、それについてはまたいつか動画で出しますね。おお、人乗ってる。あ、これなんだろうな、多分これが乗り継ぎだと思いますよ。乗り継ぎか先端の方で終わった人だと思います。ご視聴ありがとうございました。さようなら。